激凛、という五感と、村山氏の方向性、それにすると、売春婦を強姦して殺した、は、かなり合致度の高い、過失、ではある。政治家か、あるいはその辺のろくでなしでも、そんなことをしたら総力を挙げて叩き潰す、という当時の雰囲気はあるが、それが、あるいは身内に起こったら？だ。家族は守らねばならないが、その罪は到底許しがたい。その後、せめぎ合う狭間で何が起きた？その果てに、後継者から除外された？は。十分リアリティはある。最近、新型コロナウイルスは人肉食に反応して重症化する、とかいう仮説を立てて、その後に奇妙な信憑性があった後だけにどうも余計に踏み込んでる気もする。面白い、には真実がある。自身の過失を隠したい人々が、それを異常なまでに避けたのもそれは道理にならないか。因果の果て？